はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず、偽の大神官にアビリティを奪われて吹き溜まりの街みたいなところに突き落とされたところですね。あ、そうだ、セシルとカイン仲間になったんで、ちょっとせっかく外に出たけど、能力値的なものを見ていきましょう。そう、アビリティがねえんだ。ただカイン、あ、間違えちゃった。カイン、竜騎士、特殊、ジャンプ、あ、竜剣とかも使えるんだ。ハイジャンプなんてあるのか。なぎ払い、盾、なるほどね。装備、オベリスク、なんかすげえいいの持ってんな。ナイトの鎧か、これ欲しいパクっていいかな。なるほど、みんな装備があるな。そういえばこいつらの装備パクっていいんじゃないか。あと高級な装備持ってそうなやつ、結構最近仲間になったやつはミレイユとかか。何装備してんだ、弱っ三河市の服がまあちょっといいかな。クラウドか。あとバスターソード、ナイトの鎧、ナイトの鎧パクれんじゃないか。暗黒騎士か、セシルは。まどろみの剣とナイトの鎧、そう考えるとテリーすげえいいの装備してたな。まあ今はこのまま行きましょう。てかもうだいぶこのメンバーが固定化してきたな。下は特に何もないか。じゃあこの山に馬車入れるか。入れない。とりあえず登っていきましょう。ああ、そうか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 、黒魔法は使えないからイカ口の杖で攻めると。テリーの真空波が使えないのか、これは厳しいな。おお、倒せない。テリーがもう一回回ってくるけど、これでも一掃はできないだろうな。岩石落とし、見て、うお、これはまずい。全体攻撃か。ホイミとかも使えないよね。使えねえし、やばいな。アモールの水買ってった方がいいかな。何個持ってる ?11 個か。でもこれでさ、4つ使うでしょ、岩石落としくらったから速攻撤退。まず寝よう。寝てヒットポイントを回復させて、ちょっとアモールの水を買い出しに行きましょう。つらいな。アモールの水、これをいくつかな、まあ、20個くらい買っとくか。1600円だ。まあそこまで高くはないな。あとなんか回復できるなんちゃら、あ、でもイカ槌の杖じゃないとダメだからな。癒しの杖的なの装備しようかと思ったけど、やっぱ攻撃のイカ槌の杖の方が全然強いですからね。こっちとかアイテムないのかな。ないな。あ、左なんかありそう。宝箱、あれ、てか左に道が通じている。トロルか、ここに来て。アマキのイカ槌弱くない、弱い。ルフィもな、もう少し火力が出ればな。違うんだろうけど、ちょっと分散して攻撃しよう。イカ槌の杖を生かすために。いてえ、毒だった。しかも危ねえな、本当に。また毒消しを買いに戻る羽目になるぞ、これ。とりあえず毒は直しておきましょう。毒消し3つしかない。最悪だ。これ左ちょっと行ってみよう。おお、すっげえ長い階段だな。これ降りるのと登るの超大変そうだな。なんか FF の敵が出てきたな。名前も全く覚えてないけど。いやー、ユフィすげえ火力不足だ。ビビはな、まあ、これで生きる道をまだ失ってはいないけど、ユフィは完全に生きる道を失ったな。26とか。この下に宝箱は、あ、宝箱っていうか階段があるな。なんだこれ、どっちだ、なんだ
すげえとこに出てきたぞ。音がすげえな。え、これなんだ、上が宝箱ルートだったのか。いや宝箱が今目の前に。うわ弱い。毒は関連してほしいからな。痛い。おお危ない。おお危ない危ない。いいよ、今日回復させとくか。毒ガのナイフやった。うろってか最近全然物売ってないな。ユフィも減ってんな。これはブラックベルト。ブラックベルトってあれじゃなかった、反撃できるやつじゃん。反射神経を高める黒カウンター、そっちとこ。ああ戻されたな。ちょっとこっちを行ってみましょう。ピュー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 ピュ ーみたいな音じゃなくて、ドゥビビ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 ビ。こいつらか。この上のやつはイカづちに弱そうだから。ミスが多い。グハ。これで上のやつは倒して、あとは毒矢突きみたいな。出てきたな。てかそもそもここは何なんだ。宝箱がある、欲しい。いや今下から回り込めたな。でここ自体が意味ないし、下行って右行って宝箱。宝物庫か。ここはこれなんだ、明治キメラ。名前が分からん。敵全体だと名前が表示されないから。明治キメラだ。わあ、強え。あ、倒した。あと1とか2だな、そうすると、あいつのヘッドボール。うお、厳しい。結構食らうわ、これ。やっぱビビだな、ちょっと弱いな。すぐヒットポイントが減る。ユフィもパワーキャラではないからな。一応レベル上がった。魔法キャラは、もう一番打たれ弱いっすね。まあ、パワータイプはそこそこヒットポイントがあるからいいんだけど。おお、フェアリーリングも手に入れた。やった。結構いいの手に入るな。こいつ何にも装備してねえし。フェアリーリング。あ、毒暗闇。これいいな。毒キストが2つしかないっすからね、今。しかも、毒矢頭巾かなりの高確率で出てくるな。うわ、ミスったかー。まずは毒矢頭巾を仕留めよう。仕留めらんないけど。そうだ。危ねえ危ねえ。一回一回の攻撃がドキドキもの。うわ、強え。トロルの攻撃が強い。あとは左か。また階段。メイだ。これはまあそこそこ楽なパターンだな。おら暗い。倒せないんだっけ。あ、マヌーサやばい。この状態でのマヌーサかなり厳しいな。岩石だったらジンキーが使えないからね。うわー来た、岩石落とし。そうか、こいつこれがあるんだ。コング、コング2体とか出てきたらかなり厳しいものがあるな。全然経験値持ってねえな。とりあえずみんなアモードに行こう。もう20なんか特に意味ねえな。これはバジリスクもな、なんか毒にしてきそうな、そんなタイプの
形をしてるよな。そうか、このパターンで倒せないっていうのが超痛いな。一回ビビをかませないといけないっていうのが。ユフィがな、弱すぎるんだよな。せめて50ダメージくらいは当たってもらいたい。これ乗らない方が良さそうだな。こう矢印を見てった感じ。おお、かなりごつい軍団が出てきた。トロールとコング。まずこのコングを早急に始末しよう。イカズチありでも倒せないのか。よし、トロールも結構攻撃力が強いですからね。ぐはっ、やばい、ビビが。これでよし、倒せる。おお、テリ25早い。いいね、上がり方もいいね。てかアモールの水が、テリとかはいいかな。まださて、こっちには階段か。続くな、ここのダンジョン。山からだいぶ外れてる気がするけど。で、後ろの敵って狙ったら攻撃力下がるとか大丈夫そうかな。倒せないの。いやー、ビビがマヒになったか。テンション上げてきやがった。テンション上げからの岩石はかなりきついよな。今回はもう早急に始末しよう。コングなんてさ、山にいた方が似合うだろう。こんな神殿みたいなところに似つかわしい。薬草でも牢屋空いてるな。マジックボット、マジックボット、そりゃ一回戦ったな。でもまあエリクサーを要求してくるわけではないんで、ひたすら攻撃あったり、なんか経験値高かったとかそういうのあったっけ。弱い。あ、金がある。250の経験値ってすげえな。1対250でしょ。しかも魔法の聖水付きだし。もう一回いないかな。マジックポット美味しいキャラっすね。こいつらか。攻撃力そのまま上がるのかな。これはちょっと始末できるやつから始末していく。グハ、暗い。29。弱すぎる。殴ってみたら弱かった。おー、レベルアップした。ベーホーマ覚えたよ。ベーホーマ使えないけど、ベホマ覚えたけど使えないっていう。あれ、なんかセーブポイントがある。一応テント使おう。なんだこっち。あ、そういうことか。多分山はダーマ神殿に通じてるけど、ホズを連れていかないとダーマ神殿に戻れないんだ。多分ここにホズが囚われてて、先にこっちを攻略するっていう、そういう流れか。うわー、ミスった。コングだな、ちょっとコング先に。おー、ナイスだ。ボスまでの道のりがちょっとあるな。ちょっと間違えた。ブーラン、ビビのマジックパがあり余ってんな。アモールなんです。あ、そうか、牢屋閉じられてたけど、壁どうやって破壊したんだあれ。おお、なんかぽいとこに来たな。お、普通にいるし。お前逃げられんじゃねえか。あ、いけません。罠か、そういうことか。くわー、あ、なんだ、落とし穴で落とされるのかと思った。また、なんか強そうだな。
神殿のガーゴイルか。だが俺の敵ではない。くらえ。ビビの怒りのいたずちをくらえ。うわ、強い。ゲッツー。やばいやばい。もうユフィアモールの水を使って回復役に回ろうかな。ナイスだ。イカズチの杖はね、やっぱね、当たりますね。かなり。60。ユフィなんかより全然いいわ。かまいたち、ゴー、126。かなり強えな。まあ、単体だからな。対処は全然できる。じゃあ、アモールの水使っとこう。まだ20個あるから。これで終わりだ。うわ、終わらないか。ボス扱いか。経験値くんなかったな。ありがとうございます。あなた方のおかげで、この牢獄から出ることができました。いや、まだ出てないでしょ。まだ中にいるよね。私はホズ、幼い身でありますが、ダーマ神殿の大神官の職を務めさせていただいています。しかし、魔物に神殿を乗っ取られた今となっては、私も名ばかり大神官です。こうしている間にも、偽の大神官が人々を騙し続けているのですから。偽の大神官、ハイン。ハイン!ダーマの神官長。ですが、彼は何らかの大きな力を得たばかりに、その力の生み出す欲望に敗れてしまったのです。そしてほとんどのダーマの神官や親衛隊の者たちは呪いをかけられ、今ではハインの思い通りに。旅のお方にお頼みするのはあまりにも心苦しいですが、あえてお願い申し上げます。どうかダーマ神殿を乗っ取った、偽の大神官ハインを倒してください。この鍵があればダーマの力へ通じる道が開けるはずです。あ、やっぱり先にこっちか。そしてこれはハインが人々を騙して奪った力についてですが、何やらダーマの地下に奪った力を蓄えてある奇妙な部屋があるそうなのです。その部屋に行けば奪われた力を取り戻せるかもしれませんね。私も戦いもせず安全な場所でただ待っていたとあっては、大神官の名に傷がつきます。さあ、大神官の名を語るハインを成敗しに行きましょう。マジでフォーズ仲間になるの。すげえ勇敢だな。そんな戦闘力があるんだったらさ、戦えよ。まあ、でも一人だったらな、確かに。あのガーゴイルは倒せなかっただろうな。一回これさ、普通に出た方がいいんじゃないか。思い出の鈴。で、一回街に戻ろう。そして、パーティー編成でフォーズ見てみましょうか。すげえいっぱい仲間いんな。毎回言うけど。ダーマ大疾患。癒しの杖を持っている。マジカルスカートを履いている。似合うのかな?あ、回復系だな。フワーハ、シェル。ザキが。ワム?召喚魔法使えんじゃん、こいつ。ワターボーとか。ヒットポイントを回復し、状態異常を治す。サラマンダー、アトモス。すげえ。なぜか。召喚魔法が使えるフォーズ。ちょっと今はいらないな。で、ユフィをちょっと変えよう、今回。アリーナ入れてみようかな。ちょっとレベルが低いな。攻撃力121か。素早さ54は高えな。ユフィの素早さ半端ねえな。66あんのか。ちょっとな、123の攻撃力121しかないんだ。レベルが低いからな。クラウドとか、レベル20の165か。とりあえず、アグリアスは114。弱いな。ライアンもレベル上げてないから弱いと。セシル150。素早さ43。クラウドと変わらんか。カイン156の素早さ47。どうしようかな。ヒトミトは271。パワータイプだからな。150、156。クラウド入れるか。ユフィと交代ちょっと、一旦。バッシャーには一応ユフィは入れとこう。今回じゃあちょっとアリーナ外して、一応ユフィを、あれ、こうか。OK。で、一応メンツ的にはこれでいいかな。
で、あとクラウドの装備か。クラウドの装備を少し、まあ、なかなか強いの装備してたけど、バスターソード盾は装備できねえな。クラウドが盾装備してなんて想像がつかない。これはとりあえず毒でいいや。ソルジャー何が使えるんだ。守り、あ、そうだ、ここら辺か。というところで、まあ少し早いですけれども、ちょっとキリが良さそうなので、今回はこれで終了して、次回ダーマ神殿に、突入していきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。